日本鹿児島県霧島市早戸町カレー川早戸町、カレー川は、鹿児島県霧島市の大技。旧大隅国桑原郡二頭、山郷カレー川村、桑原群重ね、山郷カレー川村、桑原郡西重ね、山郷カレー川村、桑原郡西重ね三村大技カレー川、姶良郡西重ね三村大技カレー川、姶良群日頭三村大技カレー川、 アイラ軍美東山町大ア加カレー川、アイラ軍ハヤトビ東山町大ア加カレー川、アイラ軍ハヤト町カレー川。郵便番号は899-5113。人口は383人、世帯数は224世帯である。アザ駅内に所在するカレー川駅は、鹿児島県内最古の木造駅舎であり、国の登録有形文化財に登録されている。 九州新幹線開業後にメディアなどでも報道され、知名度を上げ観光地として、賑わいを見せている。霧島市の中部、旧早戸町の北端部にあり、青森川支流カレー川の流域に位置する。麻生駅の北方には、横川町下の南方には、早戸町西高寺、東方には、早戸町、松永牧園長下中津川、 巻園長縮久保田、西方には、溝べ町三名は、溝べ長六がそれぞれ隣接しており、溝べ長六との境界線上には、鹿児島空港が位置する。集落は、青利川沿いに、妙県、新川、山の湯があり、華麗川沿いに、表、小山、中福カ華麗川の各集落がある。阿生駅の中央部を南北に、九州旅客鉄道の飛殺線が通り、 北から順にカレー川駅、中福両駅、兵庫山駅が設置されている。カレー川駅は、鹿児島県の駅本屋としては、大隅横川駅と並び最古であり、2006年には、JR 視察線カレー川駅駅舎として、登録有形文化財に登録された。また、いずれの駅も、無人駅であるが、カレー川駅は、全国でも珍しく特急列車が止まる、無人駅となっている。 道路は、地域の中部を東西に、鹿児島県道56号早戸カジキ線が通り、地域の東端部をかすめて通過する国道223号に、接続し終点となる。また、被殺線に沿って、鹿児島県道477号早戸溝辺線が通る。教育施設は、地域の中部の中、福良駅に隣接して、霧島市立中福良小学校が所在している。 加レ川という地名は、鎌倉時代の賢治2年の大隅国在朝赤、月地役配布に、加レ川七段内七寸二短半同任、二短半修理執行健全という記述が初見であり、大隅国層西号のうちであった。加レ川は、加レ川とも書かれた。戦国時代になり、大公賢治の資料では、豊臣秀吉の倉入地に、か木座里のうちとして、 カレー川村が記述されている。江戸時代は、桑原郡日東山号のうちであり、カレー川村の国高は、天保郷町には727国余り、急行丘陵取調べ町では752国余り、天保六年の群村高辻町には748国余りと記載されている。明治二年になり重ね、山号のうちとなり、明治十二年には重ね山号が、 東西に分割され、西笠根・山郷の内となった。1889年の町村政志向に、伴いそれまでの西笠根・山郷の全域をもって西笠根山村が発足した。それに伴い、それまでの加レ川村は、西笠根山村の大技、カレー川となった。1897年に、鹿児島県下国海並軍会変更及び軍、 廃イ法律が施行されたのに伴い、桑原軍は、アイラ軍に統合され、アイラ軍のうちとなった。1903年に、鹿児島本線の国部駅から、横川駅までの区間が開通し、時期内には、カレー川駅が設置された。この開業時の駅舎が現存する、駅本屋である。1916年には表小山に、表小山信号所が設置され、 4年後の1920年に駅に昇格している。1930年に西賀山根山村が日東山村に改称1953年には日東山村が調整施行し日東山町となった。翌年の1954年には早戸町と台東が合併し、早飛東山町となったが、1957年に早戸町に改称した。 翌年の1958年に中福寮に中福寮駅が新設された。2005年11月7日に早戸町が国武市及び埴良郡五町と共に新設合併し、霧島市が発足。これに伴いそれまでの大技カレー側は霧島市の大技、早戸町カレー側に名称を変更した。霧島市立中福良小学校市立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。